ひよし。ひよこは、1912年に、福岡県飯塚市の吉野堂で生まれた、見上げているようなひよこの形をした菓子。また、現在同商品を製造する、株式会社ひよこ、大手棒、大手棒、大手妹もという白いんげん豆から作られるキメアンを、小麦粉と卵などから作られる皮でくるんでいる。もともとは、筑豊炭鉱地帯であった。 飯塚のお菓子である。かつて飯塚は長崎街道を通って本州へ運ばれる砂糖を比較的容易に手に入れられたため菓子製造が盛んだったのと重労働である炭鉱作業の後に甘いものが好まれることから千鳥屋、酒屋などの菓子店と共に地元で定着していった。1957年に福岡市内天神に進出。ここでも人気となり、 福岡市内一円に進出、枯らし明太子などと共に、博多、福岡市土産の定番となった。1964年に開催された東京五輪をきっかけに東京へ進出し、東京駅や羽田空港などターミナルを中心に出展し、現在では東京土産としても有名である。東北新幹線上野駅延伸開業後は、東北方面にも広まった。 関東以北では、東京メーカー、よこと宣伝して知名度を獲得した経緯から、福岡発祥の歌詞であることを知らないものも多く、東京から来た人、福岡の人に、東京土産として、日吉を持ってきたなどという実話も、ざらにある。このためか、福岡で製造された、日吉のパッケージには、博多の文字を全面に入れるなどの対応を施し入る。毎月14日、 15日をひよこまんじゅう PR のためにひよこの日に制定している。また、ひよし誕生100周年を記念して2012年から福岡県限定で季節ごとに限定販売する時ひよの生産を始めたほか、逆に東京でしか入手できない限定ひよごもある。現在株式会社ひよこ、ひよし本舗吉野堂の本社は福岡市南区。 工場は飯塚市などにあり、東京にもグループ会社がある、下記項目参照。吉野堂がつく法人は過去にはあったが、現在は存在しない。石坂一族による同族経営だが、大きなライバルの千鳥万獣と異なり経営の一体性を確保するため、福岡、東京の会社の長を同一人物がめるようにしている。ひよこの形になった理由は、 二代目店主の石坂、シュゲルが、大勢の人に愛される、従来の丸い形ではないまんじゅうをと考えて、悩んでいた時に、自らがひよこで埋め立てられる夢を見たのが、きっかけ、という。昔は、ヒヨの形をした木型を使い、職人によって一つ一つで作業で作られていた。この木型は、資料として保管されている。その後、製造工程は、完全に機械化され、 焼きごてで、日吉の目を入れる作業もレーザーを使用して自動化されているが、しばしばデパートなどの実演販売において手作りを見ることができる。包装紙の日吉の筆文字は、女流書道家の町春草によるものである。関連商品として、ゼリーやサブレーやマカダミアチョコレートなどがある。なお前日の通り、福岡県内季節限定販売商品。 木ひよしシリーズや東京限定シリーズが売られているほか、福岡限定で型職人の技術継承のために作った特注の型で手作りされた通常の5倍の大きさのものが大のひよこという商品名で販売されている中身は通常品である。大のひよこシリーズには2倍や3倍、10倍や3分の1ほどの大きさのものも存在し、たまに家族ひよことして これらが詰め合わされたものが売られている。先日の通り、誕生100周年を記念して限定品が生まれた。福岡、東京で異なる。他にも、ひよこの焼き餅、ソフルに限定品がある。これらは、オンラインショップで、福岡県外からでも買える。株式会社東京ひよこの本社は、東京都台東区、工場は埼玉県草加市にある。双方は、 同じグループ会社ではあるが、商品のラインナップは若干異なっている。鳥をモチーフにした形の歌詞は見た目も愛らしく、造形化しやすいことから、日本全国で古くから製造、販売されている。おまんじゅうとしては、型の微妙な違いや、案の違いなど様々な類似品が日本全国で見受けられる。近年インターネット上において、韓国における、 模倣品の存在が話題となった。詳細や画像は検索エンジンにて、ひよし、韓国などのキーワードで容易に調べることができる。ひよこの歌詞の形状は、株式会社ひよこ、以下、ひよし社とすの立体商標として、商標登録を受けていたが、同じ福岡市内に本社を持つにつる堂の、につるの親子など、全国には類似の歌詞が多数存在するため、 商標登録の有効性、自他商品識別力を持つかをめぐり、争いになった。ニツルドーは、日吉社から類似菓子の販売差し止め請求訴訟を受けたことをきっかけとして、日吉社の商標登録の無効審判を請求したが、特許庁は、請求不成立登録維持の新決を出した。それを不服としたニツルドーは、知的財産高等裁判所に、 新決取り消し訴訟を提起し、2006年11月29日、資材交際は、特許庁の新決を取り消す判決を下した。その結果を受け、今度は、日吉社側が判決を不服として、最高裁判所に上告したが、2007年4月12日、最高裁は、上告を棄却する判決を下し、特許庁の新決取り消しが確定した。この判決を踏まえて、 特許庁が再度審判を行った結果、2007年11月26日、該当の商標の登録は無効とされた。その後、2015年8月5日に再度、立体商標を出願したが拒絶され、現在、2018年5月、拒絶査定不服審判中である。最近では、製造年月日の定義が、業界全体で問題となった、養成の製造、 販売から撤退、本業の焼き菓子に特化し、好評、数お菓子や季節商品は継続。福岡県においては、福岡都市県以外では、直営店舗を削減、百貨店などのテナント形式に移行させている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。